6月19日は、グレゴリオ歴で年始から170日目にあたり、年末まで、あと195日ある。カナダの毛替わり県を争うセブンオークスの戦い、ドラガシャニの戦い奴隷制度の残る最後の州であった、テキサス州で奴隷が解放される。画像は1900年の EN、ジューンティーンス第二次世界大戦、マリアナ沖海戦。日本は、 マリアナの斜面取り打ちと呼ばれるほどの一方的な大敗を喫した静岡大空襲、福岡大空襲。画像は空襲後の静岡イングランド王ジェームズ一世、誕生科学者、哲学者、ブレイズ・パスカル誕生。フィリピンの独立運動家、ホセ・リサール。大リーガー、鉄の生まれゲイリック大七77代イギリス首相、ボリス・ジョンソン・アスカ時代の貴族、ソガウマコボツ。 画像は、孫が眠るとされる石舞台古墳、ローゼンバーグ夫妻初継江戸幕府第七代将軍、徳川家継没。去年8博物学者、ジョゼフ・バンクスメキシコ皇帝、マクシミリアン銃殺。画像は、マネが皇帝、マクシミリアンの処刑イタリア空軍のエースパイロット、フランチェスコ・バラッカ戦士作家、ダザイ・オサム誕生、遺体発見。ベースボール記念日。 ありがとうございます。